ナスの即席漬けを作ります。ナス1本、アクを抜くため塩小さじ1を振りかけ軽く混ぜ5分ほど置きます。アクを抜いたナス、みょうが1個、青じそ3枚、レモン汁小さじ1、すりごま大さじ1、醤油小さじ1、20から25回ほどブンブン引っ張ります。全体が混ざるように途中で容器を上下に揺らします。10分ほど置き、味をなじませたら完成です。